11月に入り、大掃除の足音が聞こえてきました。どこからやろうかとテンション低めで考えている人も多いでしょう。便利なアイテムがたくさん開発され、昔よりは楽になりましたが、実はそのアイテムの使い方を間違っていたという場合も。掃除のプロでもある整理収納アドバイザーの伊藤真紀さんが、プロの視点でお掃除の NG をレクチャーするこの連載。今回のテーマは、メラミンスポンジです。実は使用 NG の場所があることを知っていましたか？20年ほど前に登場して以来、便利すぎる掃除アイテムとして大人げのメラミンスポンジ。水をつけてこするだけという手軽さから、いつでもどこでもゴシゴシしたくなりますよね。でも伊藤さんによると、こする前に知っておくべきことが。メラミンスポンジは確かに便利で汚れがきれいに落ちますが、SNS で発信されている活用法の中には、それ、やっちゃダメでしょう。とドキドキしてしまうものも多くあります。そこでまず覚えておいていただきたいのが、メラミンスポンジの削って落とす性質。通常のスポンジのように汚れを拭って落とすものではありません。つまり、メラミンスポンジを。利硬いものには有効ですが、柔らかいものには使えないのです。メラミンスポンジのパッケージには、使ってはいけないものや場所が記載されているとのこと。そういえばあったような気も、という人のために、ここでまとめておきましょう。誤って使われがちな場所や物樹脂製の浴槽、トイレ便座、漆器フローリング、窓、鏡、コーティングが剥げる、ステンレス製真空木製品、特にツヤ加工や撥水加工など表面に加工されているものは、メラミンスポンジで擦ると剥がれてしまうので絶対に避けましょう。それ以外のものや場所も、無理に擦ると細かい傷がついてしまい、逆に汚れがつきやすくなるのでご注意を。